宮笠様はソイからご自分が中子に汚されていないことを聞かされ、玉褒めのもとへと向かっていくのでございました。一方、共に捕らえられた玉褒めは宮笠様と再会を喜ぶ間もなく背中を羽で撃たれてしまうのでした。宮笠さん、気をしっかり持って手だけ厳格に。厳格の中、青野という少年と恋に落ちる宮笠さん、その正体が友とはお気づきにならないのでございました。宮笠さん、玉褒めさんを思い出すんだ。そう、友だよ。騙されるな。目を覚ますんだ、ミヤカちゃん。もう、どうしてる、ミヤカたち。てめえは寝てろ。なんだよ。本当ミヤカ。本気で青野くんと付き合うつもり？うん、彼すっ。すごい女子に人気あんだよ。実はね、それだけじゃないんだ。気色悪い顔してないでさっさと言え。キスされちゃった。あれ？てめえ、受験生のくせにどれだけ幸せになりやがって。宮川。おはよう。さあ、昨日のキスの続きをしよう。あ、いけないとも、ここは学校よ。いや、二人とも不潔。こらこらこら。でもよかったじゃん、彼と両思いになれて。うん、ありがとう、ゆいちゃん。今日原告自習だぞ。辞書で勉強しとけって。ねえねえ、学校の辞書って落書きいっぱいあるんだよね。あるある。で、大抵エッチな言葉のところなんだよね。あったよ、581ページを見よだって。でもほんとラッキー、高木っていつも読みを当ててくるから苦手なんだよね。なんか何もかも思い通りって感じ。あ、ただ、なんで？胸がドキドキする。鬼、玉褒め星、古代中国の星座の名、東西南北の四方の神、青龍、白虎、朱雀、玄武は、それぞれ七つの星から成り立つ。玉褒めは南方の神、朱雀の七星の一つ。全然知らないや、こんなの。宮川。一緒にやろうよ。一緒にやろうよ。だからそれはやめろっつってんだろ。でも面と向かうと恥ずかしいや。ファーストキスだもんね。宮川。ん？あのさ、明日の日曜、俺の家に来ないか？え？いいだろ？そんな、なんてことと思ったら不潔、不潔よ。昨日の今日でもう部屋に誘うなんて。宮川、口が笑ってるぞ。同じところを受けるんだし、一緒に勉強しようよ。勉強？なんだと思ったの？別に。そうだよね。じゃあ決まりだね、宮川。
そう、そうしてその幻覚の世界で私の分身との恋に身を任せなさい。くそこの貝の中から彼女を助けようとしても無駄ですよ、アミゴシ。あなたの力では私のこの術は破れません。絶対にね。どうだ様子は。それがね、外傷は軽いんだけど。ほう、あの崖から落ちたんなら奇跡的だな。でもその割にはひどく痛がってるんだ。見せてみろ、どこが痛いんだ。ささせにちか。なるほど、今楽にしてやる。宮子。ここは？安心しろ、俺の家だ。どうやら幻覚にやられたらしいな。幻覚？そうか、あれは。くそ、やられた。点血で解いてやった。もう動けるぞ。幻覚とはいえ普通ならショック死するさ。さすが朱雀七星師ってところか、玉褒め。なんで俺の名前を。8年ぶりだな。図体はでかくなったが変わっとらんな、お前は。おっしょ。友にもらった鉛筆は持ったと。でもこんなに早く彼の家に行けるなんて思わなかったな。家族の人にちゃんと挨拶しなくっちゃ。まあ、なんて礼儀正しい愛らしい娘さんなのかしら。うん、うちの嫁にぴったりだ。全然気づかなくて。いいよ。あ、近道しよう、図書館の方に。この図書館、私入ったわ。どうした？確か、ゆいちゃんと二人で。俺もあるよ、そりゃね。みんな入ってるよ。ここで何か大事なことがあったような。気のせいだよ。うちに美味しいケーキがあるんだけど。ケーキ？あんあん。お邪魔します。あれ、誰もいないのかな。どうぞ。ああ、すっごい片付いてるね。うちのお兄ちゃんなんか部屋いっつも散らかしてるよ。乱雑なのって好きじゃないんだ。あ、図書館が見える。あの図書館、どうして気になるんだろう。ねえ、とも、また後で図書館行こうよ。私、調べたいことが。まさかこれは、めくるめく。大人の世界のプロローグでは。待って。なんで俺たち恋人同士だろ。でも
は勉強するって。それにまだ中3だし、うちの人だっているわけだし。うちの人なんていない。この家は俺たち二人きりだ。好きなんだ、ミヤカ。ずっと思ってた。それとも俺のこと嫌いなの？そんなこと。だったら。大丈夫。怖くないよ。友が好きだからいいよね。でも心のどこかでなんか引っかかるの。私何か思い出さなきゃいけないんじゃないの？そうだ、図書館。あそこで何かあった？トモ、私ユイちゃんとあの図書館に入った。そこで古い本を見つけたの。なんて本だっけ。そう、私たちその本の中に吸い込まれて。何それ、夢だよ夢。そんなことあるわけないじゃん。忘れろよ。夢、そっか、夢か。その本の中は確か昔の中国みたいな世界だった。大きな宮殿に王様がいて。ミヤカよ、我が江南国を救ってくれぬか。どうした、お前が望めば全世界さえも手に入るのだぞ。じゃあどんな高校だって合格しちゃうとか。やります、私スザクの巫女やります。スザクの巫女。皇帝の名は。私はホトホリ、スザクの巫女を守り力を与えねばならぬ。ユイちゃんが青龍の巫女に。死んだ方を手に入れてスザクを呼び出すのじゃ。青龍七星神に死んだ方を渡すとはならん。違う、ここは違う。話して。私はまだ本の中にいるはずよ。私が好きなのはあなたじゃない。スザクを呼び出した後、この世界に残る。ずっと一緒だ、ミヤカ。タマホメ。驚きましたね、この青龍七星子友の術を破るとは。あんたは今頃気づいても手遅れです。乙女で亡くなればあなたはもうスザクを呼び出せないのですからね。トモが貝に気を集中させている。抜け出すなら今だ。目を覚ませ、網干し。バカ、変態、エロジジイ。口の悪い娘ですね。彼の方がよほどそそる声を上げてくれましたよ。やだ、タマホメ。どうやったらここから抜け出せるの？網干し。宮田さん、僕が力を貸します。どうか幻覚を破ってください。笛のね、髪の毛が。
君が。宮田さん、しっかりするんだ。どきなさい、網星。あくまで私に逆らおうというわけですね。宮川さん、僕は必ずあなたを守ります。自分を守るので精一杯でしょう。さっさと諦めてその娘をよこしなさい。僕はできることなら朱雀七星に生まれたかった。実際の私と幻覚の私が見分けられないようでは戦いになりませんね。赤さん、いたぶるのもそろそろ終わりです。死になさい。兄貴に触るな。すぼし、あなた、兄貴から離れろ。こんな中ごすみます。兄貴、しっかりしろ。やつは死んだ。もう平気だよ。すぼし。同じ顔がラブシーンしてる。兄貴。どうしてすぐ俺のとこ帰ってこなかったんだよ。すまない、お前を忘れたわけじゃなかったんだ。すぼし、もうやめよう。宮家さんたちと争うのは。清流を呼び出してはいけないんだ。俺と魔漢村へ行こう。新しい家族と平和な暮らしができれば、お前もきっとこの忘却草の汁を飲めば全てを忘れられる。俺と一緒にいたいなら飲むんだ、すぼし。すぼし、ごめん、兄貴。俺、ユイ様が好きなんだ。アミワシ！久しぶりだな、朱雀の巫女。いい格好してんじゃねえか。なんで逃げんだよ。こっちへ来いよ。寄らないで。どうして清流七星子ってそうやらしいことしかできないわけ。ユイ様、お前のせいで男たちにひどい目に遭わされたらしいな。だったらお前も同じ目に遭うべきだ。そうだろう。誤解よ、ユイちゃんは怪我されてない。お前も、俺がめちゃくちゃにしてやる。玉褒め、本当に死んじゃったの。今こいつに何かされるくらいなら、私もこの崖から落ちて。あと、死のったって、そうはいかないぜ。Oh.
誰かを探してるんだ。恋の相手かな。目が合った瞬間、でもそれは私だ。嘘よ嘘、あなたかけてくる。長く苦しかった試練の時を乗り越えて固く抱きしめ合う宮田様と玉褒め。しかし優しい抱擁の後で玉褒めはただ一言、さよならという言葉を残して宮田様のもとを去っていきました。次回、復活の陽光。それは愛しい人のため。